お疲れチャンスラです。今日はですね、大人気こちらのこやこやね、やっていこうと思います。新環境になって、まあなんだ、新環境最強デッキとか、まあとりあえずおすすめデッキ紹介してくださいっていう声よりも、こやこや使えよっていうね、あの声が多いっていうちょっと謎なんですけども、ちょっとね、こやを組んでみました。まあアーチャーが強いので、まあこやこやとアーチャー入れて、なんかメガナイトとか入れようと思ったんですけど、なんかメガナイトいるかなと思い、ちょっと外して、なんかすごい弱そうな方になっちゃったんですけど一旦ね、やってみたらものすごい強いパターンもあるので、はい、やっていきます。まあ、このオーブンと、まあ、ゴブグエ置きつつ、ちょっとアーチャーも言ったらうざいゾーンじゃないですか。はい、なのでコヤコヤとは意外と相性がいいのかと思いきや、アーチャー入れたんでね、マザネクはさよならしました。で、そしてなぜだろう、スケバレ持ってきました。マジ鬼弱いかもしれない、このデッキもしかしたら。あ、でもやっぱ環境ね、アーチャーすごい強いので、やなめでね、はい、対策しながらといったとこで、なのでまあ呪文矢しかないんで削れが弱いなと思って文句連れてきました。はい、文句で削る、スケバレの落下ダメージで削る。あー、エリポンだけダメなのこのデッキ。あ、でもちょっと待って、あ、違う、一緒、小屋一旦置いて、バルキリーもいない。さあ、すでにきついんじゃないか。おミニペ天才、ミニペじゃねえ、あれが天才。オッケーオッケーオッケー、さあ文句頑張れ。あー強っ、ウッド使った。だからこれエリポンクロスもしかして、やめて、エリポンクロスはやだ。バイスピー飛ぶ、オッケーオッケーオッケー、そうそうそう、このホームのダメージで勝ち逃げしたい。足りねえか。さあ、多分クロスっすね。てか、バルキリーとミニペ両方いんな。やば。アイゴレが、怪しいな。怪しいぞ、あのエリポンの数。アイゴレがバルキリーになってんだな。さあ、肝デッキ対決いきましょうか。まあまあ、一旦ね。あ、ムート裂いちゃうのは危ないかもしれないんだけど、まあ一応文句でね、耐えはできるよね、みたいな。うわ、エリポンの、あ、まあまあでも、このね、この一発よ。相手もね、ちょっと厄介でしょうか。一旦耐えれば勝てるな、俺は。しかも、文句ある。文句あったら、相手も諦めるだろ。いやーちゃん頑張れ。あっちゃん頑張れ。はいはいはい。いい順調。で、スケバレは、ウッド持ってると、ほんと無能とかしちゃうんですけど、まあ、このデッキだとね、あちゃ食い抜きがちょっと苦しいので、あ、文句あるか。まあ、対野着衣用みたいなところも使いながら、よしよしよし、あれ相手がどん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 苦しくなっていく絵が見えますよ。幸せな時間が来ます。根が腐ってる。よし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 、さあこれですよ。で、ここでこのスケバレの落下ダメージ入るだけでね、僕熱いんでね、固まっとくか。ミニペがね、ちょっと厄介なんで、よしよしよし、さあ声を置いてホバリング一生飛ぶ。このウッドでさえも文句に跳ね返してほしかったけど、我慢です。いやー、うざいよ。嫌なメダル突破できそうだな。あ、着衣さよなら。よし、さあファイスピー相手頑張るよ。これホバ最強です。気づいた、ホバで絶対受けれる。一生ね、対応させる。よしよしよし、ずっとなんか3割ぐらいの攻めをずっとやって相手にただただコスを使わせていくね。さあ文句、まあ、だるいのは、あっちゃ食い事故みたいなのもある。お、待って、やばい、トップされる。あ、危ない危ない。受けがちょっと少なめなんでね。いや、まあ、耐えればあるやろ。やめて。ふぅ、危ねえ。これ、相手のが間に合ってたら、終わってたっす。なんか押されてね。じゃあ、あと726が、マジで遠い。いや、このウッドは別に、無限小屋。よしよしよし。よしよしよし。勝ったやろ、これ。あ、諦めない相手も。さあ、ミニピックがちょっと強いね。さあ、反射で、文句で耐えれるのやばい。よいしょ。さあ、着衣の受けは、スケバレに頑張ってもらう。お主グッドゲームオッケー。いやー、怪しいか。
まあまあこういうデッキか。こやこやってね、やっぱ一発で持っていくようなデッキじゃないんですよ。そう、もうちまちま削るのがこやこやなんで、まあ、こういうのはね逆にいいのかもしれない。一発で持っていける、まあなんだろうね、エリババとか入ったらどでかいメガナイトとかはないんですけど、これね延命しちゃいます大事です。あー、いいファイボウッドか。おお、なんか新入隊の魅力的な。さあ、ホバファイボトル。ああ、新入隊老兵っぽいですね、非常に。いやー、これ延命したいけど施設だけで終わっちゃうしな。え、マジだいぶめんどくさいやん。ちょ、いったんおっか。あのファイ、うわ、まあガチでやば、キモすぎだろちょっと待って、あのわー、これちょっと待ってくれよ。なんで恐れてんの、こんな。うわー、相手の呪文ファイボだったのやっすね。タルト、なんかやがめが。うわー、待って、うわー、こやこや使うの好きなんすけど使われるのマジで無理なんすよ。あぶねー、ちょっと待ってくれ、ちょっと待てよ。うわー、マジで元祖だな、もう昔からの形の。これうざい、やめろ、エイムが。オッケーオッケー。うわー、マジで、やっぱやっぱ終わる終わる終わる。いやでもうちにはモンク先生が、モンク隊長、モンク隊長でホバリングやっつけれます。いや微妙な、いけ、いやちょっと、けどダメージ的にそんな悪くない。ほんでこっからだな、このアーチがちょっとでも入れば。うわー、マジで吐きそう。こやこやってこんな気分なんのか、使われると。あー、えぐい。ちょっと待って、笑えん、本気で。マサネクホバか、まあまあ、お、素晴らしい。やなめ、やめろ、俺の身と豚にすんじゃねえ。よしよしよし、これさ多分サイド変えた方がいいかもね。同サイドバック、おー、ホバリング完璧完璧。よし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 、さ流れ来るぞこれ。よしよしよし、ダーチ出して、いやこれ右がだいぶ刺さるやつだ。オッケーオッケーオッケー、マジであるマジである、殴ってくる。そんなんええ別に。あー、ちょっとそれダメ、まさにくまさにく。よしよしよし、さ相手ミスってる。俺この右サイドで実は勝とうと思ってんだよ。お、え、めっちゃあるやん、めっちゃあるやん。そんな、さあアーチャーで飛べ飛べ、あまり飛べ飛べねえ。スピリットはマジで無能、ゼロコス、頼む頼む、1450だぞ。よしよし、さあ相手もサイド変えてくる。いやこれはね完全俺のペース。で右サイドに、いいんじゃないいいんじゃない、相手が苦しくなってるね。ちょっと文句貯めるか、文句で小屋いっぱい置きたい。相手もなんかあのそんな攻めカードねえんだよとか思ったんですけど、うわーこれちょっとやべえな。おっ、おかえ、え、天才かそいつ。よし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 、あ、文句固まればよかった。あ、初心者やばい。うわーと神試合してる、神試合かゴミ試合かどっちだ。よしよし、いやまあまあ耐えるしかない、俺は耐えて。よしよし、いやまあ全然いい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 。いやファイブ削り来てる、そっちか、あれ危ねえな、飛ばした。お、これはめっちゃ嫌な雨なはず。そっち、あー危ねえ、エリババ、エリババ耐える
よしよしよし、来た。で、足手まといのスケバレ飛ばして、うわー、でかすぎる。よし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 、さ、やべ、一応キュッとね。こやこや、いや、久しぶりに見たよ。こやこや、いやー、あれか、結局ね、ゴルナイパーティーされちゃうんですよ。こやこやって強いんですけど、強いんですけどね、そう、もうゴルナイでぐっちゃぐちゃにされちゃうんですよね、エレシャイゴルナイに。だからそう、あんま戦いにくいみたいなね。相手のバーナー忙しいね。このデッキもゴルナイ、ゴルナイだったらマジで終わります。文句で頑張るみたいな。さあ、コウモリ反応が若いね。お、入らないな。さあ、ジャイ三重子的な、ジャイコウモリって、あ、スパーキーもあるっすね。あ、スパーキーだったら文句でお返し、あ、これ絶対そうだ、これさすがにそうっすよね。今のグッ、さすがに、やばいやばい、痛い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 、そっちの方が痛い。まあもう許せる。いや、マジでこの感じはスパーキーだな。今のグッドゲームが変わってる。あれ、全然ただのジャイプリ、そんな感じ。あー、固まれないか。プリンスコウモリ、スケブ。でもスパーキーってプリンス入ってこないっすよね。なんだろう、まあ、一旦嫌そうなんで小屋置いて。おお、ヤナメザップ、ちま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 入れてもらって、いや、このオープン壊れた瞬間の一発すげえ幸せっすね。一体出てくんの、うわー、だいぶ強してくんな。これなんだ、マジ三種の可能性も出てきたぞ。さすがにないか。ヤザップね、ほぼ最強。意外とね、スケバレ防衛、まあ、いらねえか。ムートちょっと温存して、温存、延命、温存ちげえな、ゴリゴリ出しとった。さあさあさあ、コウモリいいね。なんでアーチャーマジでスケルトンと同じ感覚です。よしよし、おい、え、これさ、いいよねって、だってこれでこんにちはじゃないの。あ、やばい、それめちゃくちゃいい。あ、でもこんにちはだよね、はい。いや、そうっすね。しかも山で撃ってあげて。かわいそうだな、これ。こういうことっすよね。ここ最近、スパーキーがかわいそうな思いしてる。マジ、フェニモン出てさ、あ、スパーキー終わったな、みたいななって。けど、フェニ、文句下放されてね。うわ、やったぜ、スパーキー帰ってく、あ、下手だった。帰ってくるぜみたいな、なっといてからのまた文句超過っていう。スケドラにも多分優秀なんですよね、この頃。そんなだった。さあ、もしかしてやばい、もしかしてだけど、やばい香りもするが、まあ許容できそうっすね。さあ、やらめ使った。あ、これすっげえカウンターだ、来た、こやこや、なぜかものすごい量のカウンターが来るやつ。オッケーオッケー。やりこぶもあーちゃんもなんか、すごいね。可愛い色してんな。色だけ。さあ、スパーキー引けるとね、美味しいね。ホグ。まあ、クエイク系引くとね、厄介。か？まあ、でも、クエイクだと小屋は生きないが、ホバとかね、文句は生きる。さあ、ネクロか。ネクロか。ネクロだけね。意外とやだな。これ穴埋めなんでね。まあでも結局あれか。文句で。あ、なんか多いな、今日。仲良くなれそうだ。あ、スケラのやつかな、ザッピーとみたいな。
両サイド、アーチャーいるんだけど、多分山根をね、ホワイトさん持ってると思うんだよね。さあ、ムート延命したいけど。おっ、あー、行かれる。うわー。いやー、この槍なんかさっきから、頭いいな。すげえ避けるよ。さあ、一旦声を置いて、でも相手これ、あってフリーズなんですよ。多分敗北はないと思うんで、うわ強いですけど、よしよし、相手はね多分小屋だいぶ苦しいんですよ。ロイホグなんまさかのロイホグなんていう。いやでも美味しい美味しい、この矢の相手調子乗りいたじゃね。絶対なんもないやんよしよし、固まっとくか、固まってこの間でホバに頑張ってもらって、よし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 、なんならねまだ行っちゃう。あ、じゃ出してもらう。よし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 、さあまさかのどっからどう見てもスケキンネクロときたら絶対スケラやんっていう。さあ、あーやばい、こういうのやばいよね。いやでも強いムート、そしてオーブンもちょっと便利ね。しかも壊れてからもう一発かましてく。おおめっちゃええやん大ヒントいいからの、いいね。ムートごめんな、ビリビリしてかわいそうだけど、ホバがホバがにゃーからの、さらにもう延命、もう無限にホバリング延命ね。よしよし、さあこれ矢の雨とかね来ても来ないけど、いいね、せっかくなら。オーケー、だいぶだいぶ刺さってんな。これだったらまだアーチャーとか僕引いてないんで、ロケット押しとかその辺引いても矢で処せるんすよ。矢の雨便利だな。矢の雨ともう一個、あー出た、メンヘラ、もう一個削れるなんか方法があればね。呪文も矢だけでいい。うわーやべえ、クエイクの香りしてる。うわー、スバラウッドなんだ。さあホグね、ホグがやっぱちょっと嫌ですよね。ああ、雪玉角度つけるね。これ置く？でもホグってクエイク以外にさ、あーめんどくせえな。いやダメ、アーチャーに強えんだけどね、セパされるとすげえ厄介だ。さあクエイクとかは来ない、雪玉でしたからね。そしてウッドもでもあるかもしんないね、ボムか大砲か。マイちゃん、うん、暇だな。このマイティ無視してもそんな痛くないっすよね、多分。痛えのか。あーさ、ウッドもありますね。でこれ1個上にしとくと逆サイホグも釣れるんで、ってなったらクエイクだな。なんで打ってこない。あ、打ってきた。さあまあ次のホグもね、一応あのオーブンで守ります。ダメージ受けない、これで壊れるけどね。まあまあ、なんならファイスピーいいね。これ2体出るから強。さあクエイクウッドユキねこれはもうホバリングムート文句固めてここを刺すしかないですね。こやこやでちまちまはできないと思うので、よしよし、相手これうざいぞ、後ろ文句ホバ。よしよし、固めちゃって橋渡って固まってもいいかな、なおさら、まあ、これが俺からしたら最強で、固まってダメージ与えてで、ホバリング最強なんで、あやだね、いやいけ、ホバ頑張れ、よしよし、あと相手の防衛力次第。うおーい、でも入ってる、よしよしよし、もうこれっすね文句で、であとはクエイク打たれるんですけど、
ある程度守れるかな。やめろ。いやー一発でかすぎる。一発やばいんだよな。正直同サイドをやりたいんですよね僕は。相手とそうだから、これ相手が左来るなら俺も左行きたいっていう。変えてきたんだ。まあ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 、さあちょっと厄介ですね。まあフォグを入れさせないのがやっぱ大事なんだね。やりごく頑張れ。ウッドユキャンのちょっと強えな。ホバ？うわでけえ。あるあるこのミス。サクエク打たれるとやばいんで、もう一枚出して。よしよし、いやこれコストちょっとねえけど、ホバが最強すぎる。ホバを残してな。最強の位置に君臨しろ。これちょっと早めに溶かしたい。自陣入って HP 残ってんの結構嫌なの。いやしかも残りそう。ムート残れ。よし神。一旦ついて。ダメージ勝ってんで、これ無理する必要ないんですよ。そうですね、相手は逆に無理しないといけなくなる。まあ削りバケモン強いやん。うわ削りバケモン強いってマジ。まあでも絶対相手の方がきつい。こっからね、全て残ってるから。ホバもムートも。よしよし、なんならムート壊れてもいい。いや強すぎ。いや絶対きついぞ相手。いや防衛うまいって。さあホバ頑張れ。ホグ来るなこれ。あでも入ってるわ。入ってたわムートがね。よし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 、クイーン回転にはねこれができるんでね。そう小屋は生きないんですよ。仕方ないんですよね。もうそれ以外が逆に全部生きるんで固めまくってね。あれあるな小屋小屋。アーチャーもね、やなめでワンパン気持ちいいね、固めてくれると。さあ、アイスピー高回転の香り。マスケか。2.6 億っぽいね。1個上でね、ホグを釣りたい。おアーチャー？ハイブリッド、早え。さあ、よろしく。まあ、これスケバリ行っても、施設って美味しく行かれるんで。これちょっとむずいですね。またさっきとなんか似てるんですけど、今回てかファイボなんですよ。ファイボだけど高回転だから、ああ施設がね怖くないみたいな。文句でマスケぶっ飛ばすプランしかないな。あとはファイボ、これ文句ほぼ固めて相手のファイボ事故狙う。まあこれでもキング起動されちゃいそうだな。おスプリットいいね。固まりたいんですけどね、ウッドのキング起動危ねえ。さ固まってるとキングされてましたね。よろしく。だいぶちょっと高いけど。やりごぶ6体出ると多いな。まあ、序盤はねやっぱダメージ負っちゃうと苦しいんでね、耐えでいい耐えでしのげばいい。無理に行かない。行っちゃう。無理に行かないとか言って。さあ、これウッドとか来てもなんか跳ね返すね多分。ああ、しっかり低めにね。だいぶ低めだな。よしよしよし。ちまちまね。ちまちまでいいんですこのデッキは。いやームートいいね。ムートもものすごい好きなんですよね。さあこっからだな。ダメージトントンなのはねいい話っすね。ちょっとあのムートすごい邪魔だな。いや文句で即固まるプランも見えるけど、マスケで行かれるか。
さば一発に抑えれそう。よしよし、おこれ相手今ファイブ使ったな。あーめちゃくちゃいいそれ。あーめっちゃうまい。あでもこれスケバリがファイブボーやる。よし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 、焼いてのー。いやめっちゃいってめっちゃいってめっちゃいってる。あっつ今の相手のねうまかったっすね。うまかったけども文句が強かった。よしよしスケバリのね、よしよし気持ちよくなってんじゃん。いやーこれ文句でダメージ稼げんのマジ強はい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 、神ファイブ来そう。そんな余裕もないか。あっいやー入りましたねコンボが。うわーなんかごめんないやこれ文句のおかげだからな。文句いいね。こやこやおもれえな。こやこやだけでなんか10種類ぐらいありそうデッキがだっか。あーアーチャー使っちゃったな。これアーチャーいるし、あはみ出てる。さあスケバレバルキリーか。即固まってウッドで禁忌されるのマジ渋いんすよね。スケバレー高めいいね。呪文も打ちにくい。あーやれそっちじゃない。飛躍大盛りバルキリースケバレー、なんか高回転ですね。呪文がポイウッドみたいな感じでありそう。ゴブリンなんかちっこいのだいぶ多いねあんた。さあファイブをファイブウッドみたいな感じか。さあこれ3発入れさせてくれたらそれだけでダメージ逆転。えこれスピンめっちゃ強くね。270ぐらいあるぞ。あー拾えんな。やべ嫌な目空振りそう。危ねー。たまになんかコウモリ1体とか残っちゃうっすよねあんな範囲きれいのにっていう。うんどんぐらい頑張れるんだこれやりゴブリン。まあまあさあ一旦飛ばしてちょっとオーブン犠牲にしてでも落下ダメですらやっぱ強いんですよねスケバレ。これ100ないぐらいあった。ウォールブレーカーとかいないと。あじゃあ便利だな。めっちゃ強いや。さあこれ無理せずいけばだいぶ熱そうだな。なんか後ろからユニットこう出して多分相手が絶対攻めてくれるんで。そうっすね一生なんか後ろから小屋置いてユニット出してしとけば気づいたら相手が苦しいみたいな絵が出そうっすね。よし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 貯めて。いやーいい吹き矢だな。え良すぎんすの吹き矢ちょっと待って。いやーいい。いやーディガーちょっとかかりすぎだな。ギアが嫌なのでコウモリはアーチャーでやろう。でディガーも頑張って拾おう。拾ってくれ。よし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 。いやー地道に行こうね。耐えよう。ここ無理しない。時が来たら行こう。いやミスったかも。危ない。いや絶対相手の方がね苦しいねこれ。ファイブワンちゃん。いや来ないか。いやディガーチクチクちょっとやっすね。ほぼ吹きやここに。ちょっとやった。いやでも相手苦しそう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 。今か行くしかない。いや打って
いやこれラックダメでかい。地味すぎる、地味すぎるよ。ディガー5やばい。わあこれやばい。でも相手もあのホバ対応しないといけない。私防衛に使ってくれるの熱いな。左サイドのこれ、あこれだ、気づいた。これうぜえ、一生これでいい。よしよしよし。しかもこれ文句つけたらさ終わりやん。まあいい手だったんだ。やべ、ミス。いやー苦しそう。あーい、刺さる。ハイガとかポイズンとかね、フェイクもだけど、相手が削りたい逆に置きまくっちまえばね、小屋残るんでね。さあ気持ちいい。というわけでね、この小屋小屋新しいやつ作ってしもうたっすね。はい、皆さんもちょっとやってみてください。気分よくなります。というわけで、よければちゃんと小屋かもね、お願いします。ではお疲れ様でした。またね。